Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like. There ain't nobody like. パッパカパーン。パッパパパパカパパパパパカパパパパーン。シュンちゃんでーす。はい、どうもー。どうもー。のチャンネルへようこそ。今日は、なんと、シュンちゃん、6月になりまして、生後4ヶ月。うん。達成ありがとうございます。シャキーン。もしくは、明日で4ヶ月ちょうどでーす。そうです。今日は6月の3日、で4日、4日でーす。シュンちゃん、初めてちゃんと真正面向いて、多分映像が入ってると思う。あの旬ログはね、ちょっとね、あのただただホームビデオをちょっとつないだっていうようなVlog になるので、なんか構成とかね、綺麗に作ってはないんですけど、ちょっと成長を見ていただけたら嬉しいなと思ってます。はい、ということで4ヶ月経ちまして、本当ね、育児について感じることはまた変わってくるんですけど、そうだね。まずですね、私としては、まあ、多少私の成長も少しずつしてきてるかなと。ほう、うん、というのは、あの、まあ泣いても、まあ、動じなくなってきたかと思いたい。しんちゃんが泣いても、うん、そう、今まではちょっとね、あのやっぱイライラしちゃったり、あー、うるさいなってなってしまってました。特に3ヶ月の時うん、4ヶ月に差し掛かるにあたって、ちょっとずつ自分も変われたかなっていうのと、まあ、奈美ちゃんが最後いろいろ寝かしつけまでやってくれたりしてくれたりね、うん、うん、というので少しは成長できたなっていう気がします。うんうん、あとは、まあ、もしあの私みたくいろいろこう敏感な人、例えば音とか光とかいろいろあると思うんですけど、あの音とかちょっと私あんまり強いのダメで、 CM とかね、テレビのね、うん、テレビの CM とかでもびっくりしたってなるし、なんか苦手なやつあるよね、うん、どことは言えないけど、うん、なのでそういった方は、まあ、耳栓を、赤ちゃんが泣き出したり本域のね、うんうん、あのぐずりとか寝かしつけ前の泣きっていうのは、あの耳栓がいいと思います。全く聞こえないのよくないけど、やっぱりなんかそんなに気にならないけど、あの赤ちゃんはちゃんと泣いてんだけどっていうのがありますね。うん、はい、それがちょっと別枠で、あのもしそういう方がいたらおすすめです。はい、まあ、普通の方は特に、僕みたいなね、あの敏感じゃない人は、うちは全然へっちゃら、うん、奈美ちゃんすごい、泣いても動じない、うん、最強です。はい、でじゃあ4ヶ月経って良かったこととか悪かったこととかね、ちょっとしゅんちゃんの個人的な特性によるんですけど、まず一つ目は見ての通りですね、首が座ってます。にゃっ首が座りました、しっかり、うん、うん、クラ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 ーって今までこう、あの、ね、大谷翔平くんの人形みたいにクラクラーってなってたけどもう最近はしっかりとしっかりとあっち向いてこっち向いていてね、できるようになったね。ギュッパありがとうございます。はい、あとはおしゃべりがすごいね、できるようになったよね。そうだね、うん、ほっといたら一人で喋ってるよね。うん、この写真に対してなんか喋って笑ったりしてます。うんうん、はい、よく喋るね、うん、にしても日中は、うんうん、抱っこしたりこうやって構ってる時はね、あの落ち着いてるのでおしゃべりはしないんですけど、基本的になんだろう、ちょっとやってみます。そうだね、 Vlog 詳しくはまた、あの旬ログか見てくださいね。えしゅんちゃん、へへへ、おしゃべりできるかなぁ。あう、はい、という感じでございます。ダメですね、まあ、こういう日もありますよ。うん、体重が、うん、4ヶ月になって 6.5kg ぐらい、うんうんうん、6kg 台に到達したよね。ね、あとは身長が65センチから67センチぐらい、ちょっと不確かだけど、うんうん、iPhone の、 あの測定器でやってるのでね、また誤差はあるけど、だいたいもう60センチは超えて、ここから
ここまで65センチぐらい、はい、髪の毛はもうちょっと頑張ろうね眉毛はちょっと濃くなったな、もっちり感もちょっと出てきたね、うん、あの比較的この成長曲線だと標準体重だよね、うんうん、なんか標準とトントンの身長もちょっと高めなのかな、うん、体重はちょっと平均より若干スリムみたいな感じ、うんうん、でうちらはなんかお家に体重計があるから、なおくんが気になったらなおくんとしゅんちゃんで測ってもらって、うん、でなおくんだけを測り、うん、差を見てたけど、性格を求めるんだったら赤ちゃん本舗まで行って体重を測ってました、うん、ね、体重計が、ね、あるから乗せてね、うん、ありがたい、10キロまでは1人みたい、うん、あとはそうだな、いい点としてはなんだろうな、そんな感じかな、成長でいうとね、うん、結構なんか一人でも頑張ってくれるから、うん、2ヶ月からあの長時間夜寝るのは変わらなくね、うん、あのたまにこうなんかイレギュラーなことがあったり一日の中ですると夜1時とか3時に目を覚めることがあったりしたけど、通常特に6時まで、だいたい8時半から9時の間に寝て、翌朝6時から7時ぐらいでなんか大移動してるよね、うん、だからなんか1ヶ月前に比べると、うん、なんか1ヶ月前ってなんか夜泣きしてからなんか寝るまで9時から10時ぐらいまでかかってたような気がするんだけど、うん、最近はなんか1時間か2時間ぐらい早めに寝てくれるから、うん、なんかその後に夫婦で結構なんか喋ったりとか、うんうん、なんかテレビ見たりとか、うん、なんかその時間帯を最近出てきたかなって思うんだけど、うん、なんかその時間僕の中ではね、一日一番ねリラックスして楽しい、あのしゅんちゃんにかわいそうだけど、え、でもなんか結構聞くよそれ、うん、なんか赤ちゃん寝たなって思った後、自分たちがいつも寝る時間までの1時間ぐらい、うん、なんかすごく、うん、いろんなお話ができていいなと思う、うんうん、なんか出かけるのもなんかじゃあいついつ出かけようねっていうことだけしか話せてなかったんだけど、あのしゅんが寝てからはお出かけのどこ行きたいね、ここ行きたいねっていう調べる時間もできたり、心の余裕ができて、うんうんうん、なんか楽しく夜が終わることが多くなってきたかな。そうだね、うん、うん、まあちょっと悪い点というか心配なこととか、あこれこうだったなとか、いろんな、うんと、まあ大変なことうん、をあげるとするならば、大変でもないけど、まあミルクが結構飲んだり飲まなかったりタイミングがあったり、そうだ ね、なんか飲むかなと思ったら結構、うん、あれ母乳だけで終わって寝ちゃって、うん、ミルク120とか140作ってたのにもう捨てることになるやと思って、うん、結構多くなってきたよね、うん、まあ、ちょっとそのミルクが読めない、朝の結構飲む傾向にあって夜はあんま飲まなくなるけど頻度は上がるよね、うんうん、あとはまあ吐き戻しはどうだろう、他の赤ちゃんとか YouTube で見るとうちは少ない方かもしれないな、うん、でもなんかうちらの中で気づいたのがあれだよね、赤ちゃんこう高い高い、うん、そんなに高い高いはしてないけど、うん、なんかするとすごくこう、うん、戻しやすいこういう動きをね、うん、いっぱいするとね、うん、うん、2、3回ぐらいしか見てないな、しゅんちゃん吐き戻してわってなったの。そうだね、うん、うん、あしない方なのかどうなのか分かんないけど、うん、ちょっとあれだな、3ヶ月4ヶ月にかけてこのおしゃぶりというか、最初拳しゃぶりをして、うん、こうやってにゃんって今は結構こうピンポイントで指とか舐めて、まあ、でもなんか調べるとこれは子どもの教育の学びの時間だからあんま邪魔しないであげたらいいとかあるので、まあまあまあ多めに見てやってもいいかなと思いますよ、うん、うん、あとは毎日僕のこのスパルタ教育、ベタベタしてるやつ、スキンシップ、うん、嫌がらない、ほっぺちゅうね、うん、もうそれで肌が慣れてきた、そう肌が荒れてナミちゃんにこらって言われちゃう、それだけあとは足のこのシワの部分が、そうかわいそうだよね、これ見えるかな、見える、ここはいはいはい、かぶれちゃってるのよ、で誰に言ったの、かぶれちゃったのね、
誰に言ってんだよ。わかんない。かぶれちゃったんですよ。なーにーみたいな。かぶれちゃって、ちょっと痛そうなので、今は保湿クリームをこまめにやってるんですけど、なかなかやっぱ汗かきやすいっていうのもあって。およくね、うん、ウニってするところ、気をつけた方がいいかもね。ウニってするところ。首のところとか、うん、ここの腕のとこ、まだなってないけど、とか脇とかね、うん、よく汗かいて、そのままかぶれるのかな。うん。お尻とかはまだ全然大丈夫だよね。うん。ちょっとかぶれてるのを注意して見て、あとここの 耳のところにもちょっとなってね、耳のちょうどここの部分ね、しゅんちゃんなんかそうだね、皮膚が切れてるような感じだったから、耳たぶの下、やっぱりそのなんだろう、通気性の悪いところ体でがかぶれるので、まあ夏にかけてもっと汗かいたりするから、あの汗拭いたり保湿してあげたり、これからやっていかないといけませんね、うん、はい、もちろん初めての夏経験だからね。そうだね、うん。あとはなんだろうな、とりあえず成長面で感じたのはそこかな、4ヶ月になるところでは。あとなんかサイズ的なところで言うと、おむつが今まで S サイズだったけど、うん、生後100日ぐらいから、うん、あの太ももの湿り具合がちょっと後ついたりとか、うん、おへそがね、出てきたりとかして、うん、サイズがちょうど変わる頃だって、ね、うんうん、うちらはちょっとあの節約してたから、まあ、節約っていうか、まあ、おむつをまとめ買いしててちょっと余ってたからね、うん、使い切る20枚くらいか30枚くらい、うん、だから使い切って買えようねって言って、つい最近 M サイズに買いました。で、乳首の方、あのなんだっけ、乳首っていうか、あのミルクをあげる時の粉ミルクの哺乳瓶のサイズはもう、しゅんちゃんは普通の人よりも早めに変えたもんね。うん、哺乳瓶の乳首を M サイズにしたいのが早かったかもしれない。はい、3ヶ月ぐらいで M サイズに変えるみたいだけど、うん、しゅんちゃんはもっと早め、2ヶ月ぐらいに変えたかな。うんうん、馴染んだよね、意外と。うん。立山の旅行でちょっと慣れたのかな。そうそう、立山旅行で、あのとこ、うん、あの時で結構慣れたっぽい。あと最近はね、横なんか寝返りしそうになってくるのね、横にギュッて向いて、この間あれだよね、360度回転してたよね。いや、びっくりした。ベビーベッドにしゅんちゃんは寝てるけど、くるっと回ってました、朝起きたら。うん、奪っちゃった、奈美ちゃんか。どうぞ。はい、こんな感じかな。うん、育児に対しては2人でやってるからだいぶ慣れてきたので、うん、なんか余裕が出てきたよね。出てきた。他に考えることができたりとか、うん、なんか旅行したいねとかね、うん、うちらはしゅんちゃんのアムアム癖がついてきたところで、ちょっとおえつとかするんだよね、そのグーを入れたりうーとか言って、それがなんかちょっとかわいそうだなと思って。なるほどね、優しいぐらい。いやいや、それでいろんな人からおもちゃをね、いただいたんですけど、あの初めて買い与えたっていうのは恥ずかしながら、まあ、私たちが親としてしゅんちゃんにおもちゃを買った初めてのプレゼントが、うん、こちらのこちらのオーボール、オーボール、私はオーボール様と呼んでますが、うん、これは結構このアムアム、うん、してくれたり、掴んだりね、こう両手で掴みやすいよね、掴んでくれるおもちゃとしては、重さとか掴みやすさだと結構いいなと思ってこれにしてあげましたが、うん、集中してね、噛むんですよ。最初はなんか取ってもすぐ手離してたけど、2、3日後にはしっかりあの掴んで遊ぶようになって、アムアムするようになったよね。うん、可愛いのがこのアムアムが、多分自分の思ったアムアムができなくて、ちょっとなんか、とか言うの、慣れるとね、最初はそんな音してなかったけど。はい、まあ、これでこうね、落ちるんですけども、落ちてもそんなうるさくないし、うん、あと転がらないよね、その輪っかがいっぱいあるから、うん、なかなかオーボールさん、よかったね。色もおすすめ、そう、赤ちゃん本舗に行って、いろんな色があったから、とりあえずいろんな色をこう目の前に見せて、一番こう掴もうとしたのがこの色だったから、これにしました。よかったね。はい、ということで今回4ヶ月を経過したということでですね、
いつもご視聴いただいている皆さんにですね、ご報告をさせていただきました。ぜひぜひこのしゅんちゃんのおじさんおばさんになったような気分で引き続き温かい目で見ていただければと思います、はい、あとは、育児の先輩方にはもしなんかいろいろなアドバイスがございましたらどうぞコメントの方にいただければ幸いです。はい、じゃ引き続き私たち3人のこのすごくのんびりとした日常をお届けしていきたいと思いますので、ぜひお付き合いいただければと思います。はい、それではチャンネル登録と高評価とコメントもお待ちしておりますはい、じゃあそれじゃあねー、バイバイ、バイバーイ、また見てねー、バイバイ